やっほー、ずんだもんなのだ。どうも四国メタンです。早速だけど、今日のテーマは海のルビーなのだ。ルビー、ついに生物もネタ切れになったのかしら。いやいや、海のルビーも生物のことで、桜エビのことをそう呼んでいるのだ。そうだったのね。サクサクのかき揚げを食べるのが大好きよ。干しエビやかき揚げなど食用としても親しまれている桜エビだけど、その生態や生育環境についてはあまり知られていないんじゃないかな。そうね、海のルビーと呼ばれていることも知らなかったし、知らないことが多そうね。桜エビは実は深海生物なんだけど、普段海の中でどうやって過ごしているとか、近年の漁獲による漁師が抱える問題やその取り組み、ちょっと変わった漁の方法などに迫っていくのだ。深海生物というだけですでに驚きだわ。今日も面白い話が聞けそうね。まずは桜エビの基本的な生態を紹介しよう。教えてちょうだい。桜エビは深海に生息する小型のエビで、甲殻類の根菜亜目桜エビ科に分類されてるのだ。根菜亜目には車エビなんかも含まれている。小さな体だけどちゃんとエビの仲間なのね。桜エビ科だけでも約100種の分類が確認されている。え、そんなに。とは言っても日本で見られる種類は少なくて、食用とされるのは桜エビとアキアミの2種なのだ。私たちが知っている桜エビはごく一部なのね。食用にしていないものも含めると、体長10センチメートルを超える大桜エビや、より赤みの強い紅桜エビなど、国内にも13種が確認されている。体長10センチメートルって結構大きいわね。桜エビという名前の由来については説明するまでもないと思うのだ。淡いピンク色の見た目が桜色だからね。あとは桜エビの旬が春であることも桜を連想させたのかもしれない。その日本っぽい名前と爽やかな色の見た目も親しまれている理由だと思うわ。桜エビは通常深海の中層域に生息する生物で、昼間は水深200メートルから300メートルのあたりを群れで遊泳しながら過ごしているのだ。深海ってどこからが深海なの？厳密な定義はないんだけど、一般的に水深200メートルより深いところを深海と呼んでいる。水深200メートルでも約20気圧の水圧がかかり、光も届かなく、人間では知覚できないほどの暗さなのだ。深海生物たちには見えているの？深海生物はわずかな光でも感知できるように大きな目を持っていたり、自らが発光器官を持っていたりして、その光を頼りにして過ごしているのだ。なるほど。桜エビにも大きな目と発光器官が備えられていて、実際にストロボを当てて刺激を与えると微弱な発光をすることも確認されているのだ。それは知らなかったわ。ただ月明かりのないくらい夜になると、水深20メートルから50メートルまで上昇してくる習性があって、特に5月から6月は大群をなして浮上することがあり、その数が多いと海面が白く光って見えることもあるのだ。そして明け方になると群れを散らしながらまた深海に潜っていく。この習性を利用して桜エビ漁は夜の間に行われているのだ。海面近くに上がってくる時が狙い目ということね。桜エビは日本国内では静岡県の駿河湾を中心に生息しているんだけど、他にも東京湾、相模灘での生息も確認されている。2019年には長崎県の五島列島沖福江島の南約 40km 地点で、深さ約 380m に分布していることが日本と台湾の合同調査で明らかにもなっている。へえ、どうして台湾と合同調査なのかしら。台湾東方沖、西南沖にも桜エビが生息していて、そこで採れたものが日本に輸入されていることから、台湾と桜エビは関わりが深いのだ。そうだったのね。でも日本では静岡県の桜エビが有名よね。実は日本で桜エビ漁が許可されているのが静岡県の駿河湾だけなのだ。どうしてなのかしら。もともと駿河湾の地形が桜エビが繁殖するのに適した環境になっている。駿河湾は沿岸部から少し離れただけで 1000m の深海帯がある珍しい海なのだ。急激に深くなるのね。そして湾になっているから大きな海流が流れ込まず穏やかで、小さい桜エビが流されることもない。また南アルプスの豊かな水が桜エビの餌となるプランクトンを豊富に含んでいることもその理由になる。そんな桜エビに適した環境を無駄にしないよう、桜エビ漁の時期や場所を制限することで生息数を管理しているのだ。そういうことだったのね。ただ実際には相模湾の桜エビも一部で流通していたりする。あら、規制の抜け穴が。
相模湾では定置網による漁が盛んで、その網にしばしば桜エビが混ざって水揚げされる。一度水揚げしてしまったものを戻すわけにもいかず、せっかくなので仕分けして売り物にしているのだ。なるほど、桜エビ漁をしたわけではなくて、たまたま紛れ込んだ桜エビだからOKなのね。体の大きさは成体でも4センチから5センチ前後で、体の表面は薄い甲で覆われている。体自体は透明なんだけど、甲に赤い色素がある。それによって透き通ったピンク色に見えているのだ。それがあの綺麗なピンク色に見える理由なのね。その美しさから、駿河湾の宝石とか海のルビーなんて異名がつけられているのだ。三井の触覚を持っていて、第二触覚の方は体の3、4倍にもなるほどとても長い。あれ、そんなに長い触覚がついていたかしら。食感を良くするためにあらかじめ処理してから出荷されているものもあるのだ。うわあ、すごく手間がかかりそうな作業ね。桜エビも実脚目に属していて、足がごつい、10本ある。その足を器用に使って餌を掴んだり、口に運んで噛み砕いたりしているのだ。エラは細かく枝分かれした羽毛状の構造になっていて、エビ類に見られる特徴なのだ。やっぱりちゃんとエビの特徴を持っているのね。続いて桜エビの食性、つまり餌について紹介してみよう。駿河湾の豊富なプランクトンを餌にしているのよね。うん、桜エビの主な餌は海中を浮遊するプランクトンなんだけど、他にもデトリタスも栄養になっているのだ。デトリタス。デトリタスは生物の死骸や排泄物などが分解されて微粒子状になった有機物のことを言うのだ。他の生物の排泄物を餌にしているの。それだけでは栄養が偏ってしまうんだけど、デトリタスの周りに付着したバクテリアも一緒に食べることで立派な栄養源になっているのだ。へえ、面白い食物連鎖ね。食物連鎖といえば、桜エビの天敵はいないの？ハダカイワシやイカが桜エビの天敵で、同じく深海に生息しているものもいるんだけど、浅瀬に比べれば暗い深海の方が身を守りやすく、じっと隠れて過ごしているのだ。見つかってしまったら抵抗する術がなさそうだものね。ただし深海の問題としては餌が少ない。そこで日の落ちた暗い夜になると、20から50メートルへ餌を求めて移動するのだ。その習性は餌を食べるためだったのね。1日の中で規則的に生息深度を移動させる現象を日周鉛直移動と呼んでいる。日周鉛直移動をしている深海生物は珍しくない。さっき紹介した桜エビの天敵であるハダカイワシもその一つなのだ。そしてそういった習性を利用した漁業が盛んに行われているということなのだ。なるほどね。でも餌を求めてやってきたのに自分が捕まってしまうっていうのも切ないわね。ミイラ取りがミイラになるって状態ね。次は桜エビの一生について見てみよう。寿命は15ヶ月ほどで、孵化後1年で成熟し、産卵後2ヶ月から3ヶ月で死んでしまう。成体になってからの期間が短いのね。桜エビの産卵期間は長く、5月下旬から11月下旬まで続くのだ。1年の半分が産卵期間って長いわね。夏の7から8月は産卵期の中でも特に最盛期で、桜エビ漁の期間が制限されているのもこの卵たちを守るためなのだ。そっか、新しい命を奪ってしまったら生息数の減少につながるものね。駿河湾に生息する桜エビたちは、主に藤川河口沖と焼津沖を産卵場所として好んでいる。産卵期間中、メスは交尾と脱皮を7回から8回以上繰り返して成長するのだ。そんなに？お母さんも大変ね。産卵期が近づいたメスは、卵巣内で卵が成熟すると胸の部分が海色から暗めの青色に見えるようになる。肉眼でもメスであることがわかるくらいで、漁師さんの間では頭黒と呼ばれているのだ。へえ、卵を持っていると黒く見えるのね。受精卵はどこかに産みつけられるわけではなくて、水深20メートルから50メートルの海中にそのまま放出されて浮遊するのだ。それだと他の生物に捕食されちゃうんじゃない？残念ながらその通りなのだ。ただ桜エビたちの体の大きさでは、外敵から卵を守ることはできない。そこで桜エビたちがとっている工夫は、一匹でも多く孵化できるように、できるだけ多くの卵を産むことなのだ。数で勝負するのね。一匹のメスが一度の産卵で産む卵の数は約1700個から2300個にもなる。産卵期間を通して産み出す卵の総数は累計で約1万8000個とも言われているのだ。え、そんなに？卵は約1日半ほどで孵化し、体長約 0.32 ミリメートルほどの幼生になる。
甲殻類の最も初期の幼生を共通してノープリウス幼生と呼んでいるのだ。その後も脱皮を繰り返しながらノープリウス4期、エラフォカリス3期、アカントソーマニキと甲殻類特有の4段階の進化をするのだ。ロボットもののアニメみたいね。約1ヶ月後には体長 7.5 ミリメートルほどのチエビに成長する。その後は脱皮間隔が次第に長くなり、孵化から3ヶ月ほどで約2センチの大きさに成長する。成体と変わらないくらいの大きさになる頃には秋の漁業が解禁されるのだ。その頃には群れに合流しているの。卵やノープリウス幼生の頃は駿河湾の奥の方にいるんだけど、大きくなるにつれて場所を移動しながら徐々に群れに合流していくのだ。体も場所もだんだんと大人に近づいていくのね。そうやって桜エビが成長していくためには適切な水温と餌となるプランクトンの量が重要なのだ。へえ、水温も大事なのね。桜エビが孵化して幼生に成長するためには23度から26度の水温が適温とされていて、適水温でもその温度幅が大きいほど産卵数が増え、幼生の成長が活発になるみたいなのだ。海水温が低い場合ほど海底にとどまる傾向があることも分かっている。幼生もプランクトンを食べて大きくなるの。ただノープリウス4期からエラフォカリス期までは主に植物プランクトンを餌としていて、アカントソーマ2期になると植物プランクトンだけでなく動物プランクトンも食べるようになるのだ。それも成長によって変わっていくのね。この時期に十分な餌が確保できないと桜エビは成体になることはできない。駿河湾で3月から5月と9月から11月上旬までの1年に2回植物プランクトンが増殖する時期があって、こうしてプランクトンが豊富に供給されることが桜エビの繁殖に適している理由にもなっているのだ。そこまで必要な条件が分かっているなら他にも適した環境を探せるんじゃないかしら。もしそうなれば人工飼育や養殖場を作ることも可能かもしれないけど、深海生物である桜エビの生態については未だ分かっていないことの方が多いのが実態なのだ。さすが深海生物ね。次は少し話題を変えて、見た目や特徴が桜エビによく似ている小型のエビを紹介しよう。いくつかの種類がいるんだけど、今日はその中でも白エビと秋アミにスポットを当てたいと思うのだ。白エビ、白エビじゃなくて秋アミ、オキアミじゃなくて。ふふふ、そのあたりも含めて紹介しよう。白エビは標準和名としては白エビと呼ぶのが正解なのだ。ただ産地で有名な富山県で白エビと呼ばれていることもあって、白エビという呼称でも広く知られ、地元や観光客に親しまれている。そういうことだったのね。外見から生態、利用方法まで桜エビにとてもよく似ているんだけど、桜エビよりも少し大きく左右に平たい体の形をしているのだ。その名前の通り白っぽい体の色をしているわね。実は体色は無色透明で、わずかにピンク色がかっているくらいなんだけど、死ぬと乳白色になることが知られていて、名前はこの時の体色に由来しているのだ。じゃあ透明の白エビは超新鮮ということね。白エビは日本の固有種で、富山湾をはじめ太平洋側の遠州灘、駿河湾、相模湾でも確認されている。じゃあ駿河湾でも桜エビと一緒に水揚げされているの。いや、桜エビ漁が駿河湾でしか許可されていないのと同じように、白エビの商業漁獲ができるのは富山湾のみなのだ。なるほどね。桜エビが駿河湾の宝石と呼ばれているように、白エビは富山湾の宝石とも呼ばれている。桜エビ同様に深海で群れを作り、遊泳しながら日周延直運動を行っているから、夜になると水深100メートルほどの水域まで浮上し、明け方には水深150メートルから300メートルの深海域まで潜って過ごしているのだ。本当に桜エビと似た生態ね。ただ繁殖活動には違いがあって、白エビの卵はメスが自らの腹肢に付着させて保護する。そのためメスの体が一回り大きいなどの特徴があるのだ。そうした特徴もあって、一生の中で2回しか産卵はせず、一度に産む卵の数は300個ほどなのだ。それでも十分多いけど桜エビが多すぎね。続いてオキアミじゃなくてアキアミを紹介しよう。アキアミも根菜アモク、桜エビ科に分類される桜エビの仲間なのだ。オキアミと名前がよく似ているんだけど、種類の違う全くの別物なのだ。体の色はほぼ無色透明で、尾の近くに赤い斑点が見られる。死んだ個体の体色は濁ったピンク色になる。
稚児で体の色が変わるのは白エビに似ているわね。体の大きさは3センチほどで、桜エビよりは小さい。生息地域は富山湾、瀬戸内海から九州、朝鮮半島、東南アジア、インドまで広く分布しているのだ。また、アキアミは深海には潜らず、内湾の河口付近を大群で遊泳して過ごしている。そのため桜エビのような発光器は持っていない。見た目は似ているけど、ちゃんと違いがあるのね。アキアミの一生は短く、1年も生きられない。そのため、9から10ヶ月ほど生存して越冬をする、越冬世代と、夏の2から3ヶ月だけで一生を終える、夏世代に分かれて世代交代をしながら命をつないでいくのだ。へえ、それもユニークな特徴ね。アキアミも食べられるの。桜エビと同じく、かき揚げや佃煮にして食べられるのだ。他にも塩辛にして売られていたりもする。漁の盛期は8から10月頃で秋に多く収穫される。今度見かけたらぜひ食べてみたいわ。食用以外にも釣りの餌としても使われている。そこはオキアミと同じね。続いて桜エビ漁の歴史を追いかけてみよう。駿河湾の桜エビ漁の歴史は古く、1894年明治27年に始まったと言われている。100年以上も前に。桜エビ漁は現在の静岡県由井町にあたる今宿という場所での漁がその始まりなのだ。望月平七と渡辺忠兵衛という漁師がいつも通りにアジの呼び木漁に向かったんだけど、海に出た後に網を浮かせるためのカンタという浮き樽を持ってくるのを忘れたことに気がついた。あら、大変ね。浮きがなかったことで網がいつもより深い水深まで潜り、その網を引き上げたところ約150キロの桜エビがかかっていたのだ。なんじゃこりゃ、ということ。いや、桜エビの存在は知っていたんだけど、当時は桜エビの取り方が分かっていなかったのだ。深くまで網を潜らせれば取れることに気がついたのね。この偶然の発見された漁の方法はすぐに広まって、翌年の1895年に由井で、さらに翌年の1896年には神原で本格的な桜エビ漁が始まったのだ。お、仕事が早い。この明治時代、静岡で水揚げされた魚の多くは現在の山梨県甲府市で消費されていたんだけど、桜エビもすぐに人気商品になったみたいなのだ。桜エビという名前が付けられたのもこの頃だと言われている。ナイスネーミング。そして現在に至るまで静岡県の駿河湾の特産品として漁が行われているのだ。主な漁の時期は春漁の4月から6月、秋漁の10月から12月に分けられている。妖精を守るためだったわね。うん、桜エビの繁殖期にあたる6月11日から9月30日までは禁漁期間になっているのだ。12月から4月に漁をしないのも何か理由があるの。冬の水温が低い時期はエビが深海にとどまって漁獲量が少なくなることから休漁期間としている。漁が解禁されると漁師さんたちはほぼ毎日日没を待って沖まで船を出すのだ。漁の方法はどういったものなのかしら。桜エビ漁は特殊なタイプの二層引き網という手法を取ることが主流なのだ。桜エビの群れの後ろに網を下ろし、二層の船を並べてタイミングよく網を引く。そうして船を寄せ合い、袋状になった網の中にホースを入れて海水ごと桜エビを吸い取るのだ。へえ、掃除機みたいね。桜エビ漁専用の漁船なのかしら。桜エビ漁を行うには行政の許可が必要なのだ。現在駿河湾では約120隻の漁船にのみ許可証が与えられていて、それ以外の漁船での桜エビ漁は禁止されている。漁師さんたちの間で桜エビの取り合いになったりしないの。そういった取り合いを防ぐ目的と、桜エビの資源を管理する目的から、1977年から現在に至るまでプール操業体制が取られている。プールで育てているの。いやいや、貯めたり蓄えたりするという意味のプールなのだ。あ、なるほど。静岡県桜エビ漁業組合に所属するすべての漁船が一斉に漁に出て、漁獲量を調整しながら漁をするのだ。そしてその日に水揚げされた桜エビを集めて、その売り上げをすべての船に平等に分配する。たくさんの桜エビを取ってきた船にとってはなんでと思うかもしれないけれど、その逆に自分の船は全く取れなかった日でも売上金が公平に分配される仕組みになっている。へえ、すごくいいシステムだと思うわ。漁師さんは自分だけ良ければいいにならなくて、みんな協力して漁をしているということよね。
1977年から続くこの体制は乱獲を防止するだけでなく漁場独占の防止や漁船間の価格競争も防げているのだ。水産資源を保護するための取り組みのいい例として資源管理の模範とも言われている。大切な水産資源だけじゃなくて漁師さんの利益や生活も守られているのね。桜エビは駿河湾でしか取れないようにすることで静岡県の名産品として観光業にも一役買っているのだ。新鮮で美味しい桜エビを目当てに駿河湾まで出かける観光客も多いと思うわ。夜に取れた桜エビは由比港で水揚げされて、翌朝には蒲原の藤川河川敷で天日干しされる。日中は地面の熱が桜エビを温め、午後は風で冷やされることで照りのあってミネラル豊富な美味しい桜エビに仕上がるのだ。ああ、食べたくなってきたわ。天日干しされた桜エビは照りのあるピンク色に染まり、キラキラと輝く。この時期の河川敷は桜エビが絨毯のように広がり絶景なのだ。うん、絶景かな絶景かな。駿河湾ならではの季節の風物詩となっていて、この様子は観光客にも公開され、見学も可能なのだ。現実で見たら壮観ね。東京ドーム2個分の広さもあるこの干場では、晴れた日には富士山と一緒に写真を撮ることができて、多くの観光客でにぎわっているのだ。桜色のエビかける富士山、映えること間違いなしね。静岡県の由比漁港では期間限定で桜エビのかき揚げ丼なども楽しめる。また由比桜エビ祭りというお祭りが毎年6月頃に開催されている。しばらくコロナウイルスなどの影響で中止が続いていたんだけど、2023年からは復活しているのだ。お、それは盛り上がるわね。かき揚げや桜エビの漁師飯が楽しめるだけじゃなく、桜エビ漁船の体験乗船もできたりするのだ。目玉イベントの一つとして、なんと生桜エビ生シラスの無料配布もしちゃう。今すぐ急がなきゃ。他にも駿河湾全体で桜エビやシラスなどの関連商品や加工品が販売されていて、観光収入にも貢献しているのだ。駿河湾だけ漁が許されていることにはいろんなメリットがあるのね。桜エビはその美味しさだけじゃなくて栄養価が非常に高いことでも知られているのだ。あら、いいことつくめね。主な成分はタンパク質、脂質、各種ビタミン、ナトリウム、カリウム、マグネシウム、カルシウム。あら、主な成分のはずなのに多いわね。マンガン、リン、鉄、銅、亜鉛。ああ、止まらない止まらない。キチン、キト酸、ヨウ酸、DHA などが含まれているのだ。栄養価が高いことがよくわかったわ。あと抗酸化物質であるアスタキサンチンやビタミン E が含まれていて、アンチエイジング効果も期待できる。そのアスタキサンチンは他にもいい効果があって、眼性疲労の予防、回復、生活習慣病予防、筋肉痛や疲労の軽減などなどが期待できるのだ。温泉の効能表にも負けてないわね。桜エビは丸ごと食べられるから余すことなく栄養を摂取することができる。特にコウにはカルシウムが多く含まれていて、同グラムで比較すると乾燥ひじきの2倍にもなる。カルシウムの効果は語るまでもなく、骨粗鬆症、貧血予防などなど人間に必要な成分なのだ。桜エビがそんなに栄養食だとは知らなかったわ。またタウリンも多く含んでいて、これも疲労回復や二日酔いの軽減効果も期待できるのだ。桜エビって高級食材のように思っていたけど、それだけ栄養価が高いなら満足ね。ただそんな桜エビの漁獲量が2018年から記録的な不漁に見舞われていたのだ。あら、徹底した資源管理をしてたはずよね。もちろんそれは続いていて、乱獲などがあったわけではないのだ。それにもかかわらず2017年の漁獲量が1132トンだったのに対し、2018年の春漁では前年の4分の1以下の312トンしか取れなかった。この数字は1986年以降の記録で過去最低の水準なのだ。秋漁で挽回できるんじゃない。いや、この記録的な不漁を受けて史上初めて秋漁の中止が宣告されている。それは一大事ね。その後も厳しい規制が続けられたものの、2019年は175トン、2020年は128トンとどんどんと悪化し、3年連続で過去最低を更新し続けている。桜エビたちに一体何が起こっているの。桜エビ現象の原因は未だにはっきりとはしていないんだけど、可能性の高い理由として駿河湾に流れ込む藤川の水質汚染や濁りの問題が挙げられている。
その流域から流れてくる植物プランクトンが桜エビの幼生の餌になっているんだったわね。駿河湾には富士山や南アルプスなどから養分が豊富な海底湧き水が流れ込んでいて、そこに多く含まれる栄養塩は植物プランクトンの生育に欠かせないのだ。ところがその植物プランクトンが年々減少していることが分かっている。逆方向の食物連鎖が起こっているので、駿河湾に流れ出る放水路の水質調査結果によると、基準値を大幅に超える水質汚濁が進んでいると分かった。これは工業排水、農薬などの化学物質を含む水が流れ込んでしまっているのが原因だと考えられている。困ったわね。そしてもう一つ考えられている理由が、黒潮大蛇行による水温低下と卵の流出だ。黒潮大蛇行、黒潮が蛇行しているの？黒潮大蛇行は定期的に起こる自然現象で、黒潮と本州南岸の間に大きな冷水渦がとどまることで、黒潮が迂回して流れるようになる現象なのだ。また冷水渦の北では渦に巻き込まれるような形で黒潮の分岐流が流れ込み、例年より水温が高くなる。つまり沿岸部は水温が高く、沖に出れば水温が冷たいという、幼生期から成体期にかけて移動をする桜エビにとっては過酷な環境になってしまったのだ。適水温ではなくなってしまっているかもしれないのね。そして分流した黒潮は相模湾を半時計回りに進み、その流れによって桜エビも流出してしまっている。実際に小田原港で桜エビの漁獲量が増えているみたいなのだ。完全にいなくなっていないだけまだいいのかな。この黒潮の大蛇行は2017年から現在まで続いていて、今後も継続すると予測されている。桜エビが不漁になった時期と重なるわね。そんな不漁にあえぐ2020年、ついに残念な出来事が起こってしまう。え、どうしたの？禁漁区で漁をする漁船が現れたのだ。わあ。自主規制で禁漁区と定められていた駿河湾奥の産卵場での出来事だったのだ。よりによって卵を。でもこれら禁漁区の取り決めはあくまで自主規制で身内の約束のようなものなのだ。つまり法的に取り締まることもできなければ、社会的な制裁があるわけでもない。せっかく1977年から続いているプール操業体制といういい仕組みがあるのに、苦しい時も皆一緒じゃないの？産卵前の桜エビを乱獲すると不漁につながるし、自分だけいいとか目先の利益だけ優先することは許されることではないのだ。もしかしたら今後新しいルール決めが必要なのかもしれないわね。でもそれもなんだか悲しい話だわ。それに続くように、今度は産地を偽装する業者が出てきて問題となったのだ。あらあら。2018年の出漁取りやめや2019年の不漁によって、国産桜エビの流通量が減少したのを補うために、台湾産の桜エビを大量輸入するようになったのだ。台湾では漁獲量は安定しているのね。ところがその輸入品の桜エビや別の種類のエビを駿河湾産桜エビとして販売する店が出てくるようになってしまったのだ。そこで静岡県の桜エビ加工組合連合会は、駿河湾産の桜エビには統一した認証ラベルを貼り付けすることで正しい区別ができるようにしたのだ。ただでさえ不良なのにブランドイメージまで損なわれたら困るものね。ただ別に台湾産の質が悪いわけではなくて、台湾産でもちゃんと桜エビなのだ。駿河湾産と比べると小ぶりだったり身が崩れやすいなどはあるものの、その分安値で販売されていて、国産が手に入りにくい今は食卓の助けになっているのかもしれない。近年様々な研究が進んだことで、魚介類の養殖も実用的なものになってきているのだ。近畿大学の養殖マグロなんかが有名よね。桜エビについても、近年の漁獲量の減少を受けて養殖の可能性が探られ始めているのだ。桜エビの生態にはまだわからないことが多くて、養殖や人工飼育は難しいんじゃなかった？実は人工飼育下で脱皮や産卵をさせることには成功しているのだ。ただそこから長生きさせることが難しい。餌の問題とか。はっきりとした原因は分かっていないんだけど、狭い水槽内で飼育されるなどのストレスを感じると大量のアンモニアを放出する習性が確認されている。桜エビさん落ち着いて。水槽内のアンモニア量が突発的に平常時の100倍になることもあって、こうなってしまうと水の浄化が追いつかずに死んでしまうみたいなのだ。どうして？このことからも桜エビの飼育にはかなり広い場所が必要だと言われているのだ。水質を保つための装置や餌の準備、その他の設備や人件費などなど、
仮に桜エビの養殖に成功しても、それには莫大なコストがかかることが予想されている。そっか、養殖に成功することだけがゴールではないのね。それでも日々研究は進められていて、数日間であれば生きたまま輸送することも可能になっている。アンモニアを分解して窒素を除去する微生物の助けを借りて、それが実現できるようになったのだ。人工科学にできないことを微生物ができるというのも生物が魅力的なところよね。うん、こうした研究の先に桜エビの明るい未来が待っているかもしれない。そして2023年の桜エビ漁において漁獲量が回復傾向にあることが分かったのだ。それはいいニュースだわ。数年にわたる厳しい制限に我慢してきた結果だと、漁師さんたちも喜んでいるみたいなのだ。それでも前世紀に比べれば半分の漁獲量もなくて、予断が許される状況ではないのだ。それでも少し光は見えてきたのね。現在では漁獲量の制限だけではなく、水中ドローンと画像認識 AI を組み合わせて海中の桜エビの生息数を観測するという取り組みも始まっているのだ。こんなところにもドローンや AI の技術が。少し明るい話題になったところで、最後に桜エビのおすすめの食べ方を紹介しよう。まずはオーソドックスに干しエビとしてそのまま食べるのがおすすめなのだ。やっぱり生の桜エビに比べると干しエビは栄養価が落ちちゃうのかしら。いや、その逆でカルシウムなどのミネラル類や葉酸などのビタミン類は干しエビの方が多く含まれる。少ない量で効率的に栄養素を摂ることができるのだ。天日干しによって栄養が凝縮されているのね。ただプリン体やコレステロールも多く含むから食べ過ぎには注意が必要になる。美味しくても過度な摂取は気をつけなきゃね。続いて定番の食べ方かき揚げ。桜エビの場合は他の野菜を混ぜずに生桜エビだけでかき揚げを作るのもおすすめなのだ。純粋に桜エビの風味と美味しさを楽しむことができる。味付けがなくても美味しくいただけそうね。お次は古くから地元の漁師たちに愛された漁師飯、起き上がりご紹介しよう。土鍋などの冷鍋で醤油、砂糖、日本酒を火にかけ、煮立ったら桜エビと大きめに切った豆腐を入れ、グツグツ煮込むことで完成なのだ。うわ、美味しそう。すき焼きのような甘辛い味付けに桜エビの香りがご飯やお酒によく合うのだ。お腹が空いてきたわ。最後に洋風料理も紹介しよう。干しエビの爽やかな色合いに春キャベツはよく合うのだ。そのまま炒めてもよし、パスタに絡めていただくのもよし。春キャベツの甘みと干しエビの塩気がよく合いそうね。味に癖のない桜エビは和洋中いろんなレシピで楽しめることができるのだ。そうね、今すぐにでも食べたくなったわ。というわけで今回は海のルビー、桜エビを紹介してきたのだ。小さくて美味しいエビとしか思っていなかったけど、栄養価が高かったりとても魅力があったわ。富士山をバックにした桜エビの絨毯はぜひ一度見てみたいわね。古くから親しまれてきた桜エビを守るとともに、今後の桜エビの漁獲量にも要注目なのだ。来年は豊漁になりますように。今回の解説はここまでなのだ。ご視聴ありがとうございました。